こんにちは。金銀コインが大好きジジチャンネルです。今日はスイスの射撃祭のコイン2種類を紹介します。こちらにある2つですね。1つ目はこちらです。1985年アルトドルフ州で開催された射撃祭です。こちらに描かれているのがウィリアム・テルです。オーストリアの悪代官に捕まり、放免の条件に息子の頭にリンゴを乗せて撃ち抜く、まあ有名なエピソードがあります。その後その代官を倒して、それがきっかけでスイス独立のきっかけとなったようです。こちら側がリーフと射撃祭、ウィリアム・テル、童話の中でしか読んだことはないんですが、こうして銀貨になっているということはスイスの人たちから尊敬をされているんでしょうね。で、2枚目がこちらです。2012年、これは射撃祭の優勝者を祝うヘルベティア、女神様ですね。ヘルベティア、ヘルベティアっていうのは古いラテン語でスイスを意味しています。ヘルベティア、この女神様はスイスの母と呼ばれています。そして特徴としてはこのスイスの国旗、紋章を描いた盾を持っているということですね。裏はリーフと射撃祭。同じリーフでも2つ違うのが分かります。この2枚の銀貨、重さが 25g、 銀が 90%、 直径37mm です。こうして射撃祭の銀貨、これを集め始めたんですけども、これが予想以上にハードルが高かったです。安くとも2万円、高いのになると15、6万円、
20万円を超えるのもあります。いや、これはもう私の生きているうちには全部は無理ですね。全部といっても1984年から現代までの銀貨を狙ってるんですけど、これは難しいなと思ってきました。トトさんが言ってるように、一枚一枚コツコツと貯める以外ありません。しかし私はコツコツやっていく時間がありません。それでは、バイバイ。